味噌というのはもうお料理にとって欠かせないものですので、お料理全般に関わってくるっていうのは分かってたんですけれども、特にあの私の独自の調理法である蒸し炒めっていうのは、水の力でお野菜の水分を引き出して、それで水蒸気を強く発生させてお野菜を調理するという方法なんですね。なので本当に大さじ3杯とかそれぐらいの水に過ぎないんですけれども、シーガルフォーに変えてお水が変わることによって、あ、こんなにお野菜の味も変わるんだっていうことを実感しました。あとたっぷりお水を使うっていうのは、茹でるっていう行為が多いんですけれども、例えば麺類、パスタなんかはあの粉と水でだけでできているので、塩をたくさん入れることによって粉の旨味を引き出す、それがパスタを茹でるっていう行為なんですね。でもその塩の力を最大限に引き出すのがお水の力なんだなっていうことを実感したんですね。パスタの味はね、確かに全然違うんです。で、これはあの私がシーガルフォーをおすすめした、あの鎌倉を中心としたあのこの辺りのシェフたちにも、いや本当に変わりますねって、とってもあの感謝してもらって、あのみんなとっても喜んでいるので、やっぱりあの私の仕事もそうですけれど、料理人さんの仕事っていうのはたくさんの方に味で喜んでもらう仕事ですから、喜んでもらうっていうのは人に幸せを与えることじゃないですか。やっぱり料理って人を幸せにできる一番シンプルな方法だと思いますので、その私がお水を変えることによってもっと喜んでくれる人が増えた、幸せを感じる人がたくさん増えたっていうことが本当に嬉しいなと思ってます。シーガルフォーに出会えてよかったなって実感しているのはそういう面でもありますね。もちろん朝起きて、さあ今日も一日頑張ろうと思ってシーガルフォー一杯飲むっていう、その毎日の朝の私の始まりの儀式ですね、それも私にすごいエネルギーを与えてくれています。人間の体は水とアミノ酸でできているんですよね。だからそのアミノ酸っていうものを活性化させるのもお水の力なんだなって思います。私はシーガルフォーとの出会いにとっても感謝してるんですよ。